みなさんこんにちは、外遊ぶチャンネルのココと親父ヒロさんです。みなさんこんにちは、ココです。今日はビレバンで買ってきたものを紹介したいと思います。そうね、世間ではアマゾンのタイムセール祭りとか言ってますけど、まあ、私もアマゾンのタイムセール祭りでも買い物したんですけど、昨日かな、ビレバンに行ってわさっと買い物をしてきたね。ビレバン祭り、まあ、ビレバンは、名古屋発祥なので。そうだよ、こういう人おる、お父さんの友達こういう人おるでしょの、会社のすぐ近くに本店がある。そう、うん、そう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 、もともと名古屋のビレッジヴァンガードって。あ、そうで、まあ、なのでビレバンよく行くんですけど、遊べる本屋ビレッジヴァンガードね、実はそんなに安くないビレバンって。そう、うん、で、昨日行って買ってきたのはビレバンの中でもアウトレット。そう、あれヴィンテージヴァンガードって言って、アウトレットです。これがもうむっちゃむっちゃ安いんですよね。ね、まあちょっとガラクタが多いのはガラクタが多いんですけど、なのでなんか不良在庫を、置いとく倉庫じゃねえかって思ってるんですけど、倉庫を開放して販売してんじゃねえかと思ってるんですけど、まあ、イオンの中にお店はあるんですけど、もう本当に壊れたおもちゃとかね、結構使えないものも売っちゃったりしてるんですけど、これよく探すとですね、結構掘り出し物があるんですよ。なんでまあ、これはちょこちょこ行くようなお店ではないですけど、まあ、我が家は半年に1回ぐらいかな、まあ、昨日そっち方面に用事があったので、まあ、ついでに寄って、ちょっと長居しちゃうんだよね。結局いいもの探そうと思うとちょっと時間かかるんだよね。まあでもお父さんのディグリ心をすごくくすぐるお店なので、昨日もちょっと1時間ぐらいいたのかな、もっといたのかな、もっといたぐらいちょっとディグって、なんか雑貨をいろいろ買ってきました。ちょっとかなり安いので、サクッと紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ紹介していきたいと思います。ここに、レシートがあるんですけど、ちょっと品物がわからないものもあるので、もしかしたらちょっと値段がしっかりわからないものもあるかもしれないんですけど、このビレバンのアウトレットは基本、ほぼ 90% オフで、たまに 70% オフっていう風に歌ってますけど、実は結構 70% オフが多くて、っていうかいいものは 70% オフのものが多くて、まあ、もうちょっとこう古いものだとか余ってるっぽいもの、若干汚れがあるものは 90% オフだね。でもさ、うん、見たけど結構あった。何が 90%？ まあまああるよ、もちろんもちろん。だってお店にはほぼ 90% オフって書いてあるから。うん、そうそうそう、まあほぼ 90% オフっていうほど 90% オフでもないよねっていうぐらいな感じ。うん、ここが見たのほぼ 90% だぜ。ほんと？ 70% 革の製品とか 70% オフが。革はバックパックとかさ、あの辺はほとんど 70% オフだった。ただ、なので、今回買った製品も 90% オフもしくは 70% オフなんですけど、昨日はさらになんかセールをやっていて、合計金額からさらに 30% オフなんで、 90% オフの 30% オフなんで、もうただみたいなもんだね。はい、はい、ということでちょっと時間かかるのでサクッといきましょう。はい、はい、まずこれです。これ、はい、これはね、お父さんの財布だね。そう、これもね、チャムスなんですよ。探すとね、こうチャムスとかこういった結構いいブランドもあったりして、うん、まあ、それベリベリっていうなんかカジュアルな財布です。これがね、いくらだろうな。タグはついてないな。これがね、こんな感じ、ちょっと見つけれないけど多分5、600円だったと思う。うん、めちゃくちゃ安かったと思う。チャムス、うん、マジでです。はい、次、これもお父さんの財布だね。財布どんな気か。これもでもいい、栃木レザーでしょ、それ。栃木レザーのね、メイドインジャパン。そうそう、メイドインジャパンの栃木レザーの、結構いい感じの、あ、革だ、財布。これもね、1900円とかそれぐらいだったと思う。
めちゃくちゃいい匂いでしょ。これも1900円ぐらいの 30% オフだったかな。こんなめちゃ結構使いやすそうだよ。うん、多分1400円ぐらいです。マジか、うん、めちゃくちゃ安いって。はい、次行こう。はい、はい、これは、それ何、なんかパスケース、それ300円ぐらい。これも革。あ、そう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 です。これかわいい。はい、それもう一個あるでしょ、そっちにも。あ、本当だ、うん、それは、ブックカバーだね。ブックカバーんやってちゃう。それも本革のブックカバーで、これもね、一個ね200円ぐらいだったと思います。はい、こっちは紐ついてる。一緒だね。うん、一緒でしょ。うん、はい、次、これも名の小さいポーチ。これも名だからね、うん、まあいいブランドですよ。ちょっと見えないけど、まあ、隠してるけど、そうです。メイのちょっとカラフルなポーチ。裏は、うん、裏もそんな感じ。それいくらって書いてある？3250円。3250円。うん、227円。マジで、うん、うん、やば、安い。はい、こっからポーチ好きのお父さんのポーチが続きます。目のポーチですね、うん、それハワイって書いてあるでしょ、それ。あ、ほんとだ、うん、ここにです。しっかりしたポーチだよね。うん、結構、うん、値段は、うん、2500円。あ、中にちっちゃいポケットが。175円それ。マジで、うん、やばくです。次、次はちょっと、あ、それもポーチね。原宿、いくら？1280円。うん、1280円。89円。やば。よし、次、はい、次これ900円。なんかこういう、なんかちょっとわかんないけどポーチです。うん、それなんかあのいっぱい買ったような気がする。4個あるけど、うん、全部柄が違う。そう、これも、そう、これも、うん、これもシマヨ柄って言うんだっけ、それ。わかんない、知らないよ。これも、はい、何円だった？え、1個63円。マジか、うん、マジで安いんだって。安すぎ。次、はい、ボーダー、ボーダーマリンな感じ。あ、ここ前に、あ、前にもチェックあるんだ。あ、そうなの、わからん、もうそんなちゃんと見て。ほら、もうポーチをこう投げ入れとったから。それいくら？これは780円。あ、これめっちゃ使いやすそうだよ。中にこれもあります。はい、それ54円。マジか、うん、次これ。はい、それもなんかポップなビニールの。わからん、書いとらん、わからん。まあでも100円以下だったと思います。はい、ラララ。そしてこれ、それも同じメーカーのビニールのポーチね。2400円。ん、2400円。あ、中の、はい、それ168円。マジか、うん、安い安い。はい、次。あ、ポーチそんだけ、うん、はい、あと何でもいいよ。うん、じゃあこれ、その辺にある、うん、これそれはあれだね、あのコーヒーとか入れる、あの密閉できる缶、うん、1300円。うん、1300円。それでも確か 70% じゃないかな。 70%。 そうやんな、うん、まあでもそれも270円ぐらい。マジで、うん、安い。それ結構高いんだ、それも買うと。これ定価1300円。コップ、うがい用のフクロウのコップ2つ、うん、それいくらって書いてある？500円。うん、500円。はい、それ1個ね35円。100均で買うよりも安いよ。全然安いよ。はい、次これなんか、それは全然キャンプに行けなくて、ふもとっぱらに行けないので富士山が見れないので、富士山のあの形の、違う、氷を作るやつ。なんか前も持ってたんだけど、なんかなくしちゃったんだよね。うん、なくしちゃったので買った。うん、それもいくらって書いてある？これは
1200円の 70%。 70% なのそれ、うん、マジか、知らんかったの。知らんかった、 90% だと思って買った。250円、ちょっと高いな。あ、安い、安くね、だって定価が1200円ってことでしょ。そう、250円だって。マジか、でも 90% だと思って買った。はい、次、はい、便所スリッパ。便所スリッパ、じゃそれね、あの学校、小、あの中学校とかさ行くときにさ、あの100均のさやつだと寒いんだよあれ、うん、わかる。だからそのわざともっさいのを買ったのよ。そう、でも裏に潰したゴキブリがある。ちょっとゴキブリ膨らんでるしね、うんうん、ちょっとそんなギミックのあるスリッパ。これは300円の 90%、 何300円。20円。マジでやば。今のスリッパ20円です。はい、これはタオルっすね、うん、ハンカチ。あ、それは普通に使えるあのハンドタオルだね。うん、これ800円。うん、800円、25センチ×56円です。うん、安い、やばい。はい、次、次、何これ。それ2つ、それはドリンクにかぶせるカバーみたいなやつ。ちょっとファンキーな、両方とも柄だよ。かわいい、かわいいよね。これ1900円。まあ1個133円。それすごいかわいい。これかわいい、こっち、うん、そっちもかわいいじゃん。ドル、うん、ドリンクカバー、うん、ドル。はい、次、これはクージーだね。これもあのカンカンにかぶせる、キャンプとかで使うやつ。冷えないやつでしょ。ぬるくならないようにね、クージーって言うんだけど、それニューアコースティックキャンプっていうあのフェスのやつかな、多分。まあ1個77円ぐらいですね。安いね、うん、はい、次、これは何。それ、ね、それあの冬のね、ネックウォーマーだわ。これは1900円。はい、133円。マジか、うん、これ安くない。はい、次。あ、それ多分一番高かったわ、今回の買い物の中で。US Air Force の、なんていうの、タペストリーみたいなやつ。ちょっと大きくて入りきらない。うん、いいよ。これは、値段はどこ。7800円。7800円だからね、それ高すぎるよね。それはね、546円。で、やばくね。え、高いでしょ。安くね。安いけど、うん、今回の買い物では一番高い。優しすぎ。500円で一番高いとかマジでやばい。はい、次、次、これです。それは何、うん、トートバッグかな。いいよ、取っちゃって。あ、大きめ。んうん、あ、I love New York。 かわいいでしょ。うん、多分あのかけるやつもついてるやろ。うん、そうです。で、たすき掛けしても持てる感じのアイラブニューヨーク。それはね、420円。しっかりしてるでしょ、すごく、うん、めっちゃ、ね、しっかりしてる、うん、すごくしっかりしてるトートバッグじゃん。はい、それは何、スプレーハンガー。ワンちゃんを飼い始めて、ちょっとかなりファブリーズが使用頻度が上がって、ちょっといつもファブリーズどこ行ったってなるので、スプレーの置いとくとこ。これが1500円の 70% が2個。はい、あ、これスプレーのやつもついてたの。あ、そうなの、わかんない。ほら、1個300円。これついてます。これね、うん、かわいくない。で、こっちが赤、そっち赤、もう赤開けんでいいや。レッドです。じゃあ、こうか、こっちで。こんな感じです。おい、あ、ごめんごめん。2個ね、ちょっとアメリカっぽい、うん、かわいい、うん、はい、です。 お父さんのものとか、ココのものはそんな感じ。いや、ココはこれがな。あ、じゃあ、はい、いいよ。これです。ん、それは何。これはあの写真の、うん、こうフレーム、ちょっと開けて、こ
こういう感じで、で中開いたらここに写真が入れれるやつ。スヌーピーなんだ。そう、スヌーピー好きだ。いくらですか？これが1480円の70%。え？え？1480円の70%。310円もするわ。安くね？買わされた。安い。安いじゃん。はい。次。ま、これです。私は部屋を模様替えしようと思ってて、でその時に棚に飾ろうかなと思った。メイソンジャーかな。え、これ180円なのこれ、売り値。ちょっとよくわかんない、ここ。あ、そうだね。1800円の 90% の、130円ぐらいですね。130円ですか、これは。はい。はい。安いよね。安い。かわいい。で、これは一目惚れ。クリアファイルで350円の 90%。で、私が落としちゃったんでしょ、こうやってパタって。で、パッて見たら、え、かわいい。それも20円ぐらい。はい。はい。ここは以上。はい。そんな感じかな。あとは、ワンちゃん。なる。なる祭り。はい。はい、これはまあ、もともとは犬用ではなくて、人間のスープ飲むカップなんですけど、中に、Every dog has his day って書いてあるので、まあ何か、子犬の、餌だの水などをちょっと入れようかなと思って買った。すごく可愛くない？うん。誰にも最高の日がある。可愛い。それいくらって書いてあった？これは900円の 90% の、63円。マジか。え？安すぎ。安いよね。大丈夫かなって。はい、次。はい、ここからはもうクッション祭りだね。それは、ちょっと茶色のシックな感じで、ちょっと硬くて噛み心地が良さそうだったんで、ワンちゃんが噛みたいかなと思って買ったクッション。これ1000円。うん？1000円の90。1000円ってことは70円だね、それは。よし。はい、うん、いいよ、とっか。うん、はい。はい、これもなんか首突っ込んで、首をギューって口突っ込んで遊びそうじゃないと思って、買ったカラフルな、なんかクッション。これ1800円。ん？1800円。ここ噛みそうだけど。耳攻めそう。126円。よし。はい、次。次、これは何ですか？それは何だろう。トイプードルのマフラーにもなるポーチって書いてあったかな。多分それ今まだ切ってないけど、切ったらマフラーになるんだ。ここ？うん。うん、でもマフラーとして使わんでしょ、絶対。うん。うん、なんでもうなるのおもちゃで多分カミカミすると思います。これ毛を引っ張りそうだけど。うん、いいね。これは1680円。うん、117円。やっそう。はい、クッション。はい。はい。なんかそれもちょっとおしゃれっぽいね。かわいい。はい、かわいい。猫とウサギ。猫とウサギ。はい。裏は？裏、こんな感じ。裏もなんかそんな感じでかわいい。はい。2000円っす。ん？2000円。じゃあ140円。よし、次、ヒゲです。ん？なんか黒黒でかぶって見づらいけど、ヒゲのクッション。はい、1000円。うわ、うん、1000円。1000円じゃあそれ70円。すごいしっかりして可愛いよね、その、うん、そのヒゲ俺可愛いなと思って。次、はい、アイか、エイか、骨か。うん、多分アイなんだけど、アルファベットのアイなんだけど、ちょっと骨っぽかったのでこれをナルに買ったね。これは最後かな。これがいくら。はい、84円。はい、そんな感じ。はい、以上。疲れた。なんかまあガラクタっちゃガラクタだけど、結構使えるものもあるよねっていう感じ。うん、お父さん的にはさっきのとちぎレザーの財布とかね。これ一番下の、うん、そう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 、これそれとかも素晴らしくいい感じだったなと思います。チャムスのその財布とかもね、これ、うん、それとかもちょっと遊びに行くときとか、うん、いい感じ。いいと思うです。です。はい、はい。
そんな感じ。ちょっとあのなんてことはないですけど、ヴィレッジヴァンガードの、アウトレット、うん、ヴィンテージヴァンガード、もしあのお近くにあるんであればちょっと行っていただいて、あのただあの結構パーッと見ても、まあ、ガラクタみたいなものが多いので、割とあの時間かけてゆっくり、見ると意外といいものが、90% オフで、タイミングいいとそのまた 30% オフとかっていう感じで買えるので、ぜひ未経験の方は行ってみていただけるといいなと思います。はい、本もね少しだけあのアウトレットでその 90% 70% で売ってます。うん、英語のがあった。あ、本当？うん、です。最後まで見てくれてありがとうございます。他の動画も見てね。バイバーイ。